どうも、高彦です。よろしくお願いします。ということで、本日はね、ミニチャレンジをクリアしていこうと思います。はい。まあね、前回、ホコラチャレンジをね、完全にコンプリートしたということで、この装備をいただいたんですけれども、今回からはね、ミニチャレンジの方に入っていこうということで、ちょっとやってってみましょう。何個解放してんのかな？まあちょっと数えてないですけど、まあ解放してる分が結構あると。まあちょっとずつね、またクリアしていこうかなという感じでね、まずはね、こちらちょっとやってみます。もとも不審者情報ということで、ホスター隊長かな？衛兵、あ、傭兵ホスター。ちょ、ティアキンの時は隊長やったよ、ホスター隊長。あれ？ちょ、忘れたな。まあいいか。日がかり馬宿の傭兵ホスターに不審者の調査を頼まれた。不審者は魔物ショップと称し、商売をしているらしい。それらしい人物を見つけたら、詳細な姿をホスターに見せてあげようということで、自称魔物ショップの商人やってますっていうことでね。どこにおんの？ちょっとホスター、本人から、ご本人から話を聞いてみましょうか、一旦。ホスター、そんなびっくりせんでも。おはようございます。キルトンの情報が必要ですかな？あ、教えてほしい。キルトンならでは黒い池で見たという情報が何件かございますな。それにしても夜にだけ出没するとはいかようあってのことなのか。あいにく拙者はここの警護も捕まつっておりますゆえ、この場所を離れることができないのです。それでは、キャツの詳細な姿を頼みましたぞ。ああ、なるほど。ホスター隊長自身、その、やつの姿を知らんということね。ドクロ池にいると、ね。いかにも怪しいですね。ドクロ池。ここだろう、ドクロ池って言ったらな。で、何？魔物ショップ開いてる。なんか夜だけみたいなことなんか、まあ言ってたような気がするな。まあちょっと見てみますか。さて、我、ドクロ池にやってきたレリということでですね。まあこの辺でなんか怪しい商売してるやつがいると。そういう話を聞きましたが、まだわかりませんね。確か夜とか言ってたような気がするから、まあちょっと一旦火落としてみましょうか。さあ、夜の見回りとしゃれ込みましょうか。怪しい人物。今ここから見渡す感じは誰もいないという感じですけれども。ドクロ池のどこでやってんの？下かな？どこでやってんのかな？あ、怪しい気球があるなんか、小汚い気球があるぞ。小汚い気球が。あれだろ。絶対に。キルトンって言ったらね、きっしょいやつよね。きっしょいやつよね。いや、いいのかな？話しかけていいやつ、この不審者。まずじゃあちょっとすいませんね。うわぁ、いかにもやね、これ。こいつのことやね。これなんか、後ろからじゃあ一回この証拠写真収めときますか、これ。これ、あ、キルトンの写真撮れる。後ろから。あ、すいません、失礼します。おいおい、大丈夫か、こんな。邪悪な気球をね、携えて何してんだ。なんだ、ただの入り屋人じゃないですか。あなたは？は、私、あ、申し遅れました。私、キルトンと申します。まさか魔物ショップの噂を聞きつけてわざわざここまで？魔物ショップ？怖すぎ。申し訳ございません。魔物ショップはただ今準備中なんですよ。ああ、そうだ。お召しをどうぞ。魔物素材高価買取いたします。魔物ショップキルトン。はい、じゃあ、お名刺返してくださいね。おい、すっとけ、いっぱい。なんで、お前、返却式やねん。そういえば、あなたは魔物はお好きですか？魔物は好きか嫌いかで言われたら、まあ、嫌いですけどね。ですよね。噛まれたら痛いですもんね。まあ、場合によるけど。それじゃ、今回はご縁がなかったということで。あら、これ、なんか好きと言った方がいいのかな？好きと言ったらなんか変わるのか。じゃ、好きって言ってくる。やっぱり好き。ほっほっほっ。どのくらいお好きですか？これはもうかなり好きという方向で言った方がやばい笑みを浮かべてる。怖すぎる。私の方が魔物を愛してる。どういうこと？超えたんはいかんと。ああ、ごめんなさい。またやってしまいました。私魔物が好きすぎて、お店魔物ショップを開いちゃったんです。さあ、次はどこの村を拠点に魔物調査しましょうかね。かかりこ村か、果ての村。いやいや、リトの村やゾーラの里も捨てがたい。足を伸ばしてゲルドの町かウォトリー村。近いとこなら、カレコか。ああ、考えただけでゾクゾクしてきました。それでは魔物調査の旅に行ってきますね。またどこかの村で夜にでもお会いしましょう。あら、何これ？こいつ何してくるの？ただ、色をご覧ください。あれ？オルドラしかおらん。まあ一応なんか収めましたけど、後ろ姿なんですよね。正面からなんか一撃欲しかったな。まあいいか。これをじゃあ
ホスタに渡せばいいってことですよね。ちょっと戻りますか。ええ。あ、異常なしって言ってる。ご苦労さんです。こんばんは。ん？キルトンの詳細な姿を手に入れられたと申すか。しからば拝見。後ろ姿ですけどね、めちゃくちゃ。これでいいですか？ほうほう。なるほど。なんとも、面妙な。あ、いや、かたじけなし。これでキャッツの追跡もはかどるというもの。ご苦労であった。謝礼をせねばな。あれ、なんか、ホスターってこんな上からやったっけ？ちょっと待って。一旦、世界救ってから、なんかヘリ下って感じなのか。それでは拙者は任務を再開しますゆえ、これにて。俺が上からだな、キソ。おい。ぶち燃やしてや。やんのか、お前。マスターソード持ちやぞ、お前。これこれ、お前。あいだー！ホスター、お前。恩知らずめ。知らんからな、ハイラルがどうなっても。くそ。覚えてろ。さあ、じゃあまあね、そんなわけでちょっと次にね、行ってみましょうかね。本日二つ目、こちら、小さな妹の大きな願いということで。小さな妹の大きな願い、ジュン。どうやらツヤは虫の中でも特にトンボが好きなようだ。しかし、ジュンはトンボが大の苦手なので、彼女にねだることができないらしい。そのことをジュンに伝えようということで。まあちょっと若干進めてんのかな、これってね。今、ミナッカリウマヤとちょっと行きますか。なんか小さい子の話じゃなかったっけ。一回話聞いてみますかね。なんか小さい子いた気がするのよ。寝てんのか、まだ。寝てたわ。起こせ、起こせ。叩き起こせ。あ、ツヤ。ジュンはどこや？ジュンこれ。あ、ジュンいた。こいつにじゃあ話しかけてみる、じゃあ。早いな。もう目覚めたのか？ツヤから聞き出せたか？あ、ツヤから聞き出せました。はい。なんと。よりによってトンボを見たがってるのか？しかも、ポカポカ山、ヒンヤリ山、ビリビリ山の3種類も。トンボか。あの目を思い出しただけでもおぞましい。なるほど。僕がトンボ嫌いだから、ツヤは気を使って言わなかったのか。しかし、誕生日プレゼントなのだ。仕方ない。ポカポカ山、ひんやり山、ビリビリ山を僕のところまで持ってきてくれ。ツヤを驚かせたいので、このことは彼女には秘密だぞ。あー、なるほど。更新されました。じゃあ、ポカポカ山、ヒヤヒヤ山、ヒヤヒヤ山、何やったひんやりか。ちょっと待って。わしの手持ちのトンボはいくらなものか。ポカポカ山6、ひんやり山が4で、ビリビリ山がいないのか。ビリビリ山ってどこで取れんの？生息地はい。ビリビリ山取ってこないといけないってことだ。ビリビリ山探すか。ビリビリ山はですね、まあ、雷の大地の方におらんのかいということで、ちょっと見ていきましょう。ビリビリ山。ビリビリ山は、なんか雨が降ってる時にしか出てこないみたいなんで、あ、こいつか？あれ、消えた。ビリビリ山今、あ、こいつだろ。あ、じゃあ、ひんやり山やないか。あ、来たわ、ビリビリヤンマ。いたわ。何匹いんだろう、てか。ビリビリヤンマ取れましたね。この雨が降ってる時にしかなんかどうやら生息しないみたいなんで、というなんか珍しい生物らしいですわ。何匹ぐらい取っていけばいいんだ。何匹いるんや。1匹でいいんかな。だいたい3匹セットとかやろ。あ、こいつはビリビリヤンマ。ひんやりヤンマやね。あ、いた。これビリビリヤンマだろ。来たー。これで今、ビリビリヤンマ何体？あ、来たー！ビリビリ、あ、いっぱいおる、いっぱいおる。この辺のビリビリヤンマ大量。ビリビリヤンマいっぱいになったら6匹？こんだけいれば大丈夫じゃない？ひんやりヤンマ、ポカポカヤンマ、ビリビリヤンマね。オッケー。じゃあちょっとお持ち帰りいたしましょうか。持っていきましょう。え、3匹渡せばいいってことだね、これ。いや、日が高くなってきたな。そりゃそうだ。ポカポカヤンマ、ひんやりヤンマ、ビリビリヤンマ持ってるんじゃないか？ごくん。よし。ならそいつらを僕にくれないか？いいだろう。ただでやるのは、え、何？やっぱりダメだ。直接妹に、ツヤに渡してくれ。あ、トンボが苦手だから触れないってことね。じゃあ、ツヤに渡しますか。妹どこやねん。あ、なんか、はしゃいでんのかな、外で。どこいる？あ、いた！ツヤ、こいつか？ツヤ、あ、いた。持ってきたぜ。姉ちゃんからのプレゼントだ。あ、お兄ちゃん。なーに？これ開ける。トンボだぞ。え、なになに？うわ、本物のトンボさんだ。これもらっていいの？いいよ。お姉ちゃん見て見て、本物のポカポカヤンマだよ。ひんやりヤンマとビリビリヤンマも持ってくから見て。かわいそうに。あー、やばい。じゃ、やめろ。あー、あらら、それはもうかわいそうですね。何のために私が渡したのか。まだなんか言ってる。どうした？
やあ、なんとか落ち着いた。さて、トンボを取ってきてくれたお礼をしなくちゃな。あ、そういえばお礼受け取ってない。確かに持ってくるだけ金で解決された。僕は大体の虫は大丈夫なんだが、トンボだけはダメなんだ。あの目で見つめられてると思うとな。はあ、散々だった。気持ちを切り替えよう。おた、小さな妹の大きな願い、よかったな。つや、妹思いの姉ちゃんだぜ、じゅんは。ということで、お次に参りましょうか。んじゃあこっちやってっか。果ての村で家を買うことになった桜田工務店の社長桜田に薪の束を持っていけば、本来なら5万ルピーのところを3000ルピーに負けてくるらしい。薪の束を30本集めて持っていこう。薪の束俺めっちゃ持っとったよね。薪の束がどれぐらいあったか、48あるから全然余裕かも。皆さん、知ってますか？薪の束ね、めちゃくちゃね、すげえ取れるとこあんのよ。ここです。離島のね。この離島の馬宿がここにあるんですけども、ここね、すごいよ。めちゃくちゃ薪取れんのよ。ここ、知っとったか？みんな。わからんけど。ここのね、この離島の馬宿ってさ、この木がさ、もうあらかじめこうやってなんか、もう切ってやんのよね。で、これをさ、もう切れば、もう、まとめて、もう薪の束ができちゃうというわけですよね。ほら、これがめちゃくちゃね、効率よく薪の束集められるのよ。こことかすごいわ。ほらほら、もう一気に5個、5束ぐらいねいけると。はい、でこれもね、こうやったら薪の束がここめちゃくちゃいいよね。ここめちゃくちゃ集まるっていうね。これで多分もう一回寝たりしたらね、復活してんのよ。あ、復活してなかった。さすがに復活してなかった。木もいっぱいあるしね、そもそもね。めっちゃ集めれるよ、ここ。ちょっと届けに行こう。そんなことは、さておき。ここね、ティアキンやった人はわかると思うんですけど、ゼルダの家じゃないですか。元空き家やったんやねっていうのを、ここで初めて知ったん、私は。こんな感じでね、なんもないとやっぱ雰囲気違うよね。ちょっと買います、家。3000ルピーそもそもあんのがある。あるわ。いけそう。じゃあ買いましょうか。おはぁ。薪の束30個払っていただけるのかしら。払います。オッケー。じゃあ、いただくもんいただいちゃうわね。さあ、30個。あなたの本気見せてもらったわ。じゃあ、約束通り、この古民家3000ルピーで売ったける。超安いよね、これ。お金が用意できたらまた声かけてね。お金用意できたよ。はーい。3000ルピー用意できたのかしら。用意できた。マジ？じゃあ、本当に3000ルピーもらうわよ。男に二言はないわね。出します。いや、男気感じる。じゃあ、いただくもんいただいちゃいますね。おいおい、あ、いや、ちょっとでかいね、やっぱ3000ルピー。数字で見るとやっぱ。ご購入ありがとうございました。あんな大金をこの若さで出しちゃうなんて、ほんと男。臭いわ、男臭いわ。おまけで売れ残りの武器スタンドを置いといたから使うといいわ。さて、次の仕事は、えのき田にあっかり地方を開拓してもらう、あれがあったか。あれ？あっかり地方を開拓してもらう？なるほど。ここから俺、一から村につながんの？マジかよ。チャレンジ更新したぞ。まだ先があんのか。で、何？武器スタンド？そんなのあんだ。しかもなんか更新したんだけど終わらなかった。これか？えのきだ？ん？何してるの？休憩だ。ところで、あの家お前が買ったのか？はい。若いのリアルじゃないか。それほどでも。さて、はい。俺はそろそろここを立とうと思う。なんで？転勤だ。転勤？ちょっと聞いてるかもしれないが、この度桜田工務店が事業開拓拡大するんでな。すごいですね。それほどでも。どこに行くの？ここから北のゾーラの里のさらに北、あっかり地方だ。遠いですね。まあな、頑張ってね。おう。すごい端的な会話していくのよ、これ。さて、名残惜しいが、そろそろ行くとするか。お前もよかったら、あっかり地方まで遊びに来てくれ。じゃ、達者でな。な、なにこの、え、なにすり抜けてった、怖っ。かわしてけよ、もうちょっと。なんでやねん。怖いですね、これ。なに、これで終わりなのか。あれちょ、何があった今。なんか、新しく、羽ばたけ桜田工務店。新しくなんか出てきたね。とりあえず、この幸せを運ぶ匠、これ、コンプリートするか。話さないかのか。はい。さて、やっと一段落したわね。ところであなた、まだまだいけるって顔してるわね。うふ、言わなくてもわかるわ。家買っただけで中身は空っぽだものね。いいわ、そのがっついた目。本当は私の若い頃にそっくり。
というわけで、私が家具でも外交でも何でも5000ルピーでと言いたいところだけど、あなたなら100ルピーで作っていけるわ。と、羽振りが良すぎるよね。これどういうこと？お金が言うできたらまた話しかけて。100ルピーぐらいあるぞ、全然。さっきの流れで。作ってほしい。どうなるのこれ。あ、え？装備品スタンド？家具？家具欲しくない？どれが欲しいのかしら。まずベッド。これ寝れんのかな、これ。それなら100ルピーよ。出せます。おいおい。寝れるようになるってこと？自宅のように使えるってことか。作ってください。じゃあ、作業に取り掛かるわ。カツラタン、行くわよ。エッセー。二人でやんね。エノキだけはぶられてるやん。転勤したのか転勤させられたのかというね。いい仕事ができたわ。見てらっしゃいな。マジっすか、桜田先生。見してもらっていいっすか、マジで。それでは、失礼します。ダラン。ああ、質素すぎるやんか。ちょっと。ちょっとあまりにも殺風景すぎて、なんか小汚く見えるの、ベッドすら。なんか汚くないのか。なんでこんな黒ずんでんの、俺。なんか布団もうちょっと変えてくれ。え、あとどうすんのこれ。まだクリアじゃない。ちなみに家具と外光を整え立派な家にしよう。あ、じゃあプラスアルファってことね。他にもじゃあ外光、これ外光はどうしようかしら。どうしようかな。やっぱり彩りが欲しいよね。表札というよりもお花畑欲しいわ。それなら100ルピーよ。出せる？出せます。なめんな。じゃあ料金は前払いでいただくわね。ちょっと彩り欲しいっすね。あまりにも茶色なので。お願いします。私の家に彩りをください。毎回この作業派シーンが入るのか、これごちいな。どれのこと？花畑。お花畑。これのこと？しー。ちょっと待って。もうちょっとなんか色味のあるやつ欲しかったな。なんか白か茶色。なんか全然映えんのですけど。お家が。何ですか？ちょっと聞かせてくれよ。もうちょっと。どう考えても色が欲しいだろう。これいつクリアすんだ？これミニチャレンジ。全部作るのか？全部作るか？じゃあ。よし、これで終わりかな。全部一応作ったぞ。作れるもんは。きた！きゃ、まさかあなた、全部手に入れちゃったっていうの？これが若さ、危うくも純粋。全部手に入れた記念に、私からちょうど品をプレゼントさせてもらうわ。カツラタン、お願い。了解っす。なんやなんや、何もらえんの？ちょうど品？何？テーブル欲しいわ、あれ。テーブルないから。サトル、あなた、私は持てる力すべてを出し尽くしたわ。疲れてからしばらく休憩に入らせてもらうわね。何？ちょうど品って。あ、来ました。でも幸せを運ぶ匠。ミニチャレンジって言ってたけど、めちゃくちゃやったけどね、これ。あ、来た！やった！ちょうど品でテーブル、うわ、すごい！いや、これの方がすごいな、お前。これの方が金かかるやろ。なんで額縁に金払わせた、お前、これ。スタンドに。ちょっといや、じゃあ、縦数って終わるか、最後に。すごい、もう身軽になっちゃった。はい。ということで本日はね、まあこの見事なお家が完成したということで、まあ将来ゼルダとのこの愛の巣でございますけれどもね、完成したお家が来たぞ。ありがとう桜田、これで楽しく暮らせそうだ。見栄えがいいですね、やっぱ飾るとね。空いたそのなんですかね、武器のスタンドというのもね、ちょっとやっぱり微妙ですからね。さて、まあそんなわけでですね、まあお家もできたということで、まあこの辺にね、今日はしておきましょう。またね、ちょっと次回ね、ミニチャレンジ進めていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回。